エルメルボイトスミスが描いた、ワシに変身したスイアチが、イズンをさらう場面。写本、SM66 に描かれた、オーディンらの料理が出来上がるのを、ワシの姿のスイアチが、魔法で邪魔する場面。写本、NKS1867-42 に描かれた、スイアチを棒で打ったロッキが、棒ごと引っ張り上げられる場面。スイアチは、北欧神話に登場する巨人の一人、娘は、 スカジ、父はアルバルリ、兄弟にイジ、ガングがいる。スノーリンのエッタ第二部、守護法で、彼がアース親族の女神の一柱、イズンを神々に永遠の若さをもたらすリンゴモロとも略奪する経緯が紹介されている。ノルウェーのスカルド詩人不備員の肖像リブルの詩、長き秋の題材にもなった。旅行中のオーディン、ヘーニル、ロキが、 昼食をとるため牛を捕らえて、蒸し焼きにしようとしたが、なぜか肉が焼けなかった。近くの木に大きなワシが止まっており、これが魔法をかけていたためだった。そこで、肉を分けるから魔法を解くように言うと、ワシは承諾し、たちまち肉が焼けた。しかしその肉の中で最も良い部分を、ワシがすかさず奪い取ってしまう。ロキが木の棒を振り回し、ワシに当たったところ、 木の棒は、ワシの体にくっついてしまい、手から棒が離れなくなったロキは、ワシと共に、上空へ持ち上げられた。ワシは、ロキの体が木々に叩きつけられる。高さで飛行し、ロキに、助けて欲しければ、依豆にリンゴを持ってきさせろと言い、ロキは、やむを得ず承諾する。このワシは、巨人水圧の変身した姿であった。ロキは、 永遠の若さをもたらすリンゴによく似たリンゴを見つけた。あなたのリンゴと見比べてみないか、などと言って、リンゴを持たせたイズンをアースガルズの外へ連れ出す。わしに変身したスイアチが素早く彼女をさらってしまった。リンゴを食べられなくなった神々はたちまち追い始めた。調査の結果ロキの関与が判明し、イズンの奪還を命じられた。ロキは、 フレイヤの持つ鷹の衣をまとって、鷹に変身して、水谷チの館、スルムヘムへ潜入し、ンを見つけると素早く、呪文を唱え、彼女を一個の好みに変えてしまい、足に握って持ち去った。すぐに、水谷チが羽衣をまとって、わしに変身し、追いかけてきた。こちらへ向かってくる庭の鳥を見つけた神々は、アースガルズの外に、大量のカンナク図を置いた。 そしてロキの鷹がアースガルズの砦の内側に降りると、観落図に火をつけた。スイアチのワシはロキを見失ったものの止まることができず、羽毛に火が移り落下した。神々はアースガルズの門の内側でスイアチを殺害したという。スイアチには、スカジという娘がおり、父の死の復讐のためアースガルズに乗り込んできたが、神々は彼女と和解すべく、 アース親族のオガミとの結婚を持ちかける。バルドルと結婚できるなら神々を許すと彼女は考えたが、無こ選びの儀式の結果、ニュルズとの結婚が決まってしまう。怒りを解かない彼女をなだめようと、ロキが自分の陰謀とヤギの髭を結んで引っ張り合いをし、彼女はその様子に大笑いしてようやく怒りを沈めた。オーディンはさらに、水圧の二つの岩器を天に挙げて、 星にすることでスカジを慰めた。スイアチの父、アルバルディは多量の黄金を所有していた。父の死後、スイアチと兄弟維持、ガングが自分の口いっぱいに金を頬張ることを計りの代わりとして同じ回数ずつ金を取って分けた。このことに由来して黄金を巨人の口数え、巨人たちの言葉、巨人の声、または言葉と呼ぶけ人グが生まれた。例えば、 詩人の、古い美歩きが、シャチの民会の言葉という表現を用いている。コエッタの、グリームニルの歌第11節では、かつて不気味な巨人、スイアチが住んでいたスリュムヘームに現在は、神の美しい花嫁スカジが住んでいると語られている。また、コエッタの、グロッティの歌第9節には、スイアチが、フルングニルとその父より強かったという記述がある。コエッタの、 ヒュンドラの歌第30節には、バルドルの父は、ブルの子、フレイの妻ゲルズは、巨人のギュミルとアウルボザの娘、スイアチは彼らの身内だという趣旨の記述がある。巨人スリムの館ではない。死後翻訳中3ページでは、好み。エッタ古代北欧歌謡集67ページでは、クルミ、アイルランドの詩人パードリックコラムによる際話では、イズンは好みではなく、スズメにされる。 ありがとうございます。